surely missing you. I've been working every day, and I sure hope your love is too. I never gave you cause to doubt me. Hope you always think about me. And if you think I will find another, it ain't true. Keep the home fire burning while I'm. はい、こんにちは。こんにちは。設営に2時間ぐらいかかったね。大丈夫ですよ。くたびれた感じがいい感じに出ている。くたびれた。風が強くてね。まあでも今日の設営は、うん、結構完璧だかもしれない。うん、どう？セッティングできた？できたよ。もちろんここは下ろしましたよ。まあ1回目で溶かしたらね。そうだね。そう、うん、はい、出来上がり。ちょっと怪しかったね。いや大丈夫です。どうが正しいの？こうがこうでいいの？うん、どうが正しいの？どうなんだろうね。まあ離れていれば問題ないんじゃないかな、こんな感じで。うん、その前にちょっとじゃあテントの紹介をしようか。はい、まずね、今回はあのワンティグリス の、うん、このスーパーシェルターと、うん、スームルームの5メーターのタープの組み合わせで、うん、テントを張りました、はい、で今回のポイントはこのタープの下にこのスーパーシェルターが入っているということなんですけど、うん、風でね、あのタープがこう下がってくるので、ね、うん、まあ、若干風があるんで下がってくるんですけど、うん、横にね、スーパーシェルターは横に2本ポールを立てるタイプのまあ、テントなんですよ、うん、でそこで今回工夫したのがこちらです、うん、これ、ね、前回小川張りの時に使ったベルトです。はい、小川張り用のベルトを紹介したと思うんですけど、うん、それをねちょっとこう工夫して、でこれは説明しますと、まずね、あの左右にポールを立てます。はい、通常のタープのポールですね、うん、でちょっと低めに立ててあげて、うん、それにこのスーパーシェルターのこの角ね、角をロープで引っ張りました、うん、はい、で中はもうこんな感じでセッティングしてあるけどね、はい、寝る準備ができてます、はい、まあ、風が強いんでちょっとゴミがするといけないから今閉めてますけど、うん、それで今回のこのポイントはですね、うん、この5メーターのタープなんですけど、まあ、この、 あの間口っていうか端から端までが長いんですよ、うん、で、あのピーンと張るとやっぱ風が吹いてるから負担が大きいんですよね、うん、それをこのベルトで支えてるっていう感じですね、うんうん、を試験的にやってみました。たらなかなかいい感じなのね、うん、そうだね、タープへの負担が少し軽減したかなっていう感じかね。まあ、これで一晩過ごして破れたら失敗だったっていうこと、うん、だね、まあ、私たちが人柱になりましょう。で向こうの後ろの方はちょっと向こうに回ってみようか、うん、でこれはあのスーパーシェルターの背中がねちょっと斜めになるから、うん、背中をちょっとこう引っ張ってあげて、うん、室内を広げるためのロープがちょっと出てます。はい、まあ、風でこう押されてるけど中の方は広いですよ、うん、こういう感じ。ベルトが来て、うん、タープが来て、スーパーシェルターが来て、うん、引っ張るようなガイロープが来てるっていう感じですね、うんうん、まあ、若干ほらこれ結構余裕があるんですよ、うん、タープね、まあ、タープの負担を少なくできるから、小川張りのこのベルトはこういう張り方でも使えますね、うん、そうだね、うん、あるのとないのとではやっぱ違うかもね。違うかもね、うん、やっぱりタープここにさ多分負担がくるのね、うん、引っ張ったら、うん、でさっき結構強めにもうあのこのベルト好きにする前はタープをもうゴリゴリ引っ張ってたんだけど、うん、若干ちょっとここ開いたのね、うんうん、切れかかったから、うん、やっべってことで、うん、もうベルトのねあの使おうっていうのがひらめいたんですけど、うん、まあ、結果正解だったと、はい、ここはですね
もうこんな感じで後ろにこうすればいいんじゃないかなと思います。うん、ね、そうだね。まあ、もし仮にこれが夏だったらもうここだけ網にすればいいかな。うんうん、でちょうど風を後ろから受けるような形なんで、うん、中はもう風がほとんど吹いてきません。うん、こんな感じで、まあ、一応このタープまた前回紹介したんですけど、スームルームのポリコットンのテントで、うん、テントじゃない、ポリコットンのタープで焚き火ができるっていうか、火の粉にちょっと強いやつなんで、素材がね、なんかこの下で焚き火をしようと思います。はい。でもこっちのスーパーシェルターの方もワンティグレスのものなんですけど、うん、これね、うん、これも一応ポリコットンなんで、うん、焚き火には強いです。はい、はあ、やっとゆっくりできる。見て、このほらサンセット、海を眺めながらの最高じゃないですか。そう、今日明日晴れ予報だからね。そして風吹くんだな。うん、吹くかも。もうちょっとそっち行こうかな。こっち寄った方がいいかな。お腹すいたわ、やっぱ。もうご飯食べる。うん、先にご飯食べた方がいいよ。ねえ、お腹すいた。2時間もテントを立てれば。だからよ、やっぱさ、風を考えてから設営しないとダメだね。うん、まあ、当たり前なんだけど、うん、その発想がなかったわ。そう、景色はいい方に向けようと思ってそうなの、そうなの、そればっかり考えてたよね。閉めるね。はい。でこのさ、ワンチグレスさ、うん、多分一人用なんだけど、うん、まあめっちゃ二人で使うよね。うん、俺らね。使う使う。こうすれば、うん、ゴミも入らないしさ。そうだね。着いた。ゆっくりでいいから、それ使わないから、まだまだ、うん、いいね。でも飲んでいいですか。え、まあ、飲んでいい大丈夫、すきっぱらにビール。あ、全然大丈夫。あ、そうなの。うん、飲むわ。あ、もう胃が荒れる年頃なのに。そうなのよね。うん、乾杯。乾杯。ぬるい。ぬるい。ぬるい。クーラーがいるね。うん。でも美味しい。頑張ったから私。いや。9割私がしてたけど。大体私がカン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 って避けてずっとこう見て。私疲れた。って。もう絶対もう後半こんな顔するよ。まだね、笑顔なかったからね。いいじゃないですか。だいたい1点見つめて、美味しいビールが飲めたってことで。いや1点落着。それはあなただけ私まだ何も飲めてませんかじゃあお湯を温めていきましょう。は初めて使うよ、キャンプで。でスナップエンドウも湯がいていこうと思います。今日は風があるんですね。なので風防をこっち側からだよね。よし、オッケー。スナップエンドウ食べる？うん、食べる。美味しかった、この美味しかったでしょ。うん、これだけでお酒のあてになるもんね。うん、うん、ちょっと甘みがあったよね。うん、この間全然これだけでいける。私はちょっと焚き火が安定した。これで一安心だぜ。
岩塩。あ、塩。塩塩。で、バジル。すげー目にくる。でかいタンカーがいる。うん、あ、でかっ。でかいよね。うん、あれタンカーだよね。あっち太平洋だもんね。すごいね。でもこの距離でもあんだけでかいからさ、近くにね、すごいだろうね。あれガスだかもね、丸いからね。ああ、そうかもね。ガスっぽい感じじゃない。わ、すっごっ。めちゃくちゃでかいよ。アルミテーブル、はい、アルミテーブルに。なんか我が家みたいやな。大活躍だよこれ。本当だね。いつもの美味しい紅茶に、うん、アンカーのスピーカーに、うん、マキタのライトと、うん、これ充電しながら、うん、iPhone を置くというこのスタンドでね。最高やね。ね、こういうのを待ってたんだよね。だよね。ずっとなんか足りないと思ってさ。今日の晩ご飯を紹介したいと思います。はい、今日はですね、夜ご飯にレトルトカレーを買ってきました。はい、というのも以前道の駅によってですね、はい、食べたか、まあ、知ってはいた、存在自体は知ってはいたんですけど。あ、そうなの。知ってたけど、うん、まあ、なんせ値段もちょっとお高くて、うん、なかなか普通じゃ、ほら普通にレトルトカレーって売ってるじゃん、うん、そういう方が安いからね、うん、なんですけど今日はキャンプということで、そのちょっとお高いレトルトカレーを買ってきたのでご紹介したいと思います。それがこちらです。じゃーん、金谷海軍航空カレーです。で、この2種類あるんですけど、2種類とも味が違って、1種類こっちが茶色が何、黒豚仕様のカレー、うん、で、黄色っぽい方が黒毛和牛仕様のカレーになります。で、裏面がこんな感じ。どっちが食べたい？基本的に、うん、基本的にはどうしようかな。豚骨がいいから豚にしようかな。まあ黒毛の方がちょっと高いけどね、うん、高いというか高級感はありがちだけど、うん、うまさでは豚の方が好みかなって思ったりもする、うん、じゃあこっちね、うん、茶色の方ね、うんうん。ちょっと水気を。でいい？うん、いいよ。これ書いてあるのっけ、どっちがどっちって。あ、書いてないよ。あ、そうなんだ。覚えとかないといけない。あ、じゃあこの奥側が。もう食べたら分かりそうじゃない？黒豚ね。うん、で、この。私側、手前側が、うん、書いてない。書いてない。こういう感じで置いたの、こうしとこうか。でもそれさ、茹でるの3分ぐらいでしょ、うん、ご飯多分まだまだ時間かかるけど大丈夫。切ろっか。そうなるよね。1000円ランタン、はい、についに灯油を入れます。2個目になります。2個目。1個目は今あそこにかかってる、うん、だってさ、あの品質結構怪しいっていう話なんだけどさ、すで、うん、に1個目と2個目と全然違うもん。違うよ。今回は黒を買ってみたね、うん、ブラックを。どんなものか。シルバーの方がでも個人的には好きかな。高級感はあるよね、あっちの方が。高級感っていうか味が出てくる。使ったら使っただけさ。ああ、あの黒ずんでくる感じとかさ、はい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 、まあ黒はこれでいいんだけど、うん、なんていうのかな、なんかちょっと違うね。え、そう？うん。これはこれでまあ悪くはないんだけど、うん、
もし高いのを買うんだったらシルバーにするかな。ああそうなんだ。火力が強いかね。ちょっと強くなった、ね、めっちゃ溢れてない、うん、めっちゃ溢れてる。初めての火入れオン。おう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 。あ、そうだ、今回俺中の芯斜めにカットしてないや。あら、そうなんだ。うん、まあいいか。うん、いいじゃないね。え、昔こういう時間になったらさ、うん、あれを思い出せなかった。日本昔話の歌。なんでボーヤーってやつ。ボーヤーじゃない、あのエンディング。え、あー、熊の子見ていたかくれんぼだ。うん、もうね、こういう空、こういう空を見るとね、うん、よく小学生ぐらいの頃ね、うん、なんかその歌が頭を流れてた。へー、頭を流れてたって。脳内 BGM なんていうの。頭に流れてた、うん、頭に流れてた。語彙力よね。何でしょう。問題ですよこれ。大問題。うん、前回ね、そうそう、先週の暴風からね、うん、約1週間経って、まあ、雨を降らなくても風が若干ね残るような感じで、うん、まあ、それでもこうやって焚き火ができるのが幸せです。そうです、本当です。じゃあ今この緑っぽくなってるのはさっきスナップエンドウを茹でたあのお湯でもそのままレトルトカレーも温めてるのでちょっと緑っぽくなってるけど、今日はもうカレーだからさ、うん、もう量がないとさダメじゃん、うんうん、ご飯の量が、うん、だからね結構ちょっと今日は微妙かも。いっぱいいっぱい入れた。うん、いっぱいいっぱい入れた。いきます、はい。じゃーん、あ、いい感じかも。ちょっと、あ、でもいい感じかな。見た目は良さそうな気がするんだけど、ね、ちょっと柔らかいかな見た感じ。まあ、でも食べないと分かんないしね。分かんないもんね。あ、いいわ、ほら、もう本当だ、上手じゃん。うまくいってる、うん、今から入れるのが、うん、この黒毛和牛ね、うん、はいはい、の海軍航空カレーね、はい、これをじゃあこっちに入れます。あ、いい匂いだ。あ、でも具がしっかり入ってる。入ってるね、うん、なかなかも普通に食べるにはちょっと高いもんね。高い高い、まあ、お土産用なのかも。そうだよね、ちょっとね、うん、が本当に特別な時に食べるっていう、うん、あのウェルダーズオリジナルと同じだよね。前でもそれ言ってたよね。で今から入れるのがこっちの、うん、焼き豚、黒豚、あ、黒豚ね、うん、の方ね、はい。あ、こっち、あ、ちょ、色はどう。色はこっちの方が黄色っぽい。で今 GoPro で見るよりさ、うん、だいぶ暗いのよ。そう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 、もうね、うん、だいぶ日が沈んだね。そうそう、GoPro で見る感じではちょっと黄色いかな。あの甘らっきょう入れないの。入れる入れる、もちろん。私は福神漬けの方が好きなんだけど。甘らっきょうも美味しいでしょ。いや、でもカレーっつったら福神漬けでしょ。だっけ、うん、私は福神漬け、まあ、まだけどね、うん、私は福神漬けだね。いただきます。いただきます。もうビールもなくなっちゃった。あ、うま。なんだこれ、うま。美味しいよね。うん。よし、じゃあ問題のカレーを食べてみましょうか。ご飯どう。うん、ご飯美味しい。いや、普通に美味しい。美味しいね。うん、うま。あ、ちょ、このカレー美味しい。うん、美味しい。食べさせて、うん、
どう？え？私も食べさせて。味変わる？そんなに変わんないんじゃない？うん、ほとんど一緒な気がする。うん、よくわからないね。よくわかりません。またラッキョと合うわ。でも普通のあのレトルトカレー、まあレトルトカレーあんまり食べないけど、うん、普通のよりなんか濃厚だね。ご飯ちょうどいいね。ね、ちょうどいいね、うん、マジうまくなってるよ。だからあの全部真っ黒焦げにしてからね。うんうん。この豚の方が好き。Let's make footprints